フランス貴族、肖像画家、パステル画家、細密画家、エングレーバーで、フランス王類16世の宮廷肖像画家として、そしてフランス革命後も成功を収めた人物である。男爵に除され、プレミア・パントル・デラ・レーヌに就任し、処刑前の類16世最後の肖像画も描いている。ムルトイコールエイコールモゼル県のナンシーで生まれた。画家の父親から絵画を学んだ後、 1760年のパリに出て、肖像画家のモーリス・カンタン・ド・ラ・トゥールの弟子になった。ジャンバティスト・グルーズからも油絵の技法を学んだ。1769年に、フランス王大使と婚約したマリー・アントワネットの肖像画を描くために、ウィーンに派遣され、この功績で、デュ・クルーは宮廷画家になり、爵位を得た。 フランス革命が始まると、ロンドンに移り、ロンドンで処刑前のルイ16世最後の肖像画を描いた。ジャコバン党員として、革命に関わった画家のジャック・ルイ・ダビッドの援助で、1793年にパリに帰還でき、公的な画家の仕事を続けることができるようになり、パリのデュクルーの屋敷は、多くの芸術家が集まる場所になった。フランス第一共和成下の1802年に亡くなった。 自画像、あくび中でクルーの自画像は、ラップやポップソング、インターネットフレーズなどと組み合わされ、インターネットミームとしてネット上で面白おかしく加工されている。ありがとうございます。